角1の括弧5番です。ひし形の紙を用意し、右の図のようにひし形の一つの頂点が一つの辺の上に重なるように折り返しました。あの角度を求めてください。もともとこのひし形がありました。この線を対象の軸として折り返します。この頂点がここの辺上に重なるようにしました。これを対象の軸として左右が線対称合同になっているということが大事な知識で、これを解いていきます。ひし形ってどんな図形ですか。ひし形の性質を言ってくださいって言われると、まず4辺が等しい四角形のことなんです。ひし形とは他にどんな特徴があるか。対角線が垂直に交わります。向かい合った角の大きさは同じなので、言い換えると隣り合った角の和が180度であると言っても同じことです。言い換えてもね。なのでここが49と分かっているということは、ここも49、ここの角度は 180-49 で131であれば、ここも131。これはこの4つの角は最初から分かっています。4つの角のうち1つが分かっていれば、残りの3つは全部分かります。その次に折り返しは合同なので、この49とこの49は同じです。こことここは同じもの、こことここも同じもの、それぞれこれを軸にして折り返して合同ですから、この頂点がここに行ったということは、この辺がこの辺、この辺がこの辺、合同ですよ。なのでこの丸の角度は計算で求められます。一直線の180度から84を引いた残りを2等分しますので、180-84をしてから2で割ると96÷2なので48ずつになります。じゃあ三角もわかりますね。三角形の内角の和なので、180-49+48、この三角形の和で求めています。180-97なので83、83、83っていう風にね、やっぱり嗅覚の問題、角度を求めると書いて嗅覚と読みますが、これはやっぱり芋づる式にね、順番にこれ分かった、次これも分かったって埋めていって近づけていくっていうのが、まあ定番王道の進め方だと思います。最後は一直線から83、2つ分を引いた残りなので、 R の角度は 180-83×2 180-166 なので14度になりました。四角1番の括弧5番でした。次に四角1の括弧6番、 2% の食塩水 210g に別の食塩水 120g を加えたところ、4% の食塩水ができました。加えた食塩水の濃度は何パーセントですか。2種類の食塩水を混ぜてくださいっていう問題は、面積図を使用するのが圧倒的に楽なんですが、なぜか広島の中学受験の塾の算数の先生ってね、面積図を固くなに教えない人ばかりなんですよ。私が知る限り、褒めてるので名前出してもいいかなと思うんですが、日農研の中原先生は正しい知識を教えるとてもいい先生です。ですがそれ以外はちょっといかがなものかと思うような人が多いので、面積図を教わってないからできないっていう人が多いと思うんですが、一応試しにね、こういうやり方もあるよということを紹介しておきますので、面積図ってね、平均のことなんですよ。小学校の、公立の小学校の教科書で、割合、比例、平均、この3つは必ず履修しますから、中学受験する小学校6年生は平均は習ってるはずなんです。普通に書いて。なのでそのやり方で解いていきます。2% の食塩水 210g ありました。2%。これは縦が濃度、横が食塩水全体の量なので、面積はその中に含まれている食塩の量が何 g か、210×0.02 ということを表しています。これに何かを混ぜると 4% になった、濃度が濃くなったということなので、混ぜた食塩水の濃度は 4% よりも濃かったよってことになるんですね。ここ 120g。ここがわからない何パーセントか。これとこれを混ぜた結果、平らにならすので 4% になりますよ。ここの出っ張りがこちらに移動して平らになりました。なので、この2つの長方形は形は違うけれども面積は等しいことになります。平均ってこういうことなんです。平らにならすという意味なので。なので、公立小学校で平均を教わっている人は面積図に表すということは当然できるんです。塾の先生がポンコツだから、自分がわからない、教えられないからこれやっちゃダメとかね、変な天秤図とかいろんな図を持って、天秤図はまあ決して悪いとは言わないです。天秤図を使う人っていうのは算数と理科を兼務する先生がよく使います。算数専業の人は、専門の人はあまり使わないんですが、天秤図っていうのは、ね、面積図の一部分だけを抜き出したものと等しい、同じものなので、天秤図は決してダメではないですが、やっぱり面積図の方が圧倒的に楽なので、これ習得してください。これとこれが等しい、面積が等しいっていうのは反比例の関係ってことなんです。この二つの長方形、横の長さが 210g と 120g っていうのは分かってるんです。なので、最も簡単な整数の比に言い換えると、30で約分して、7対4。
2つの面積の等しい長方形がありました。横の長さの比が7対4です。では縦の長さの比は何対何ですか。これが反比例で4対7。中学受験算数では一般的にね、逆比っていう言い方をすることが多いんですが、逆比っていうなんかちょっと難しそうな言葉が出てくると、子供がそんな難しいことできないっていうその先入観で思い込んでしまうので、反比例も当然学校で習う単元なので難しくないですね。この2つの長方形、横の長さの比が7対4なので、縦の長さの比は反比例で4対7。ここ7対4でこっちも7対4になっていう間違いをする人がとても多いので、これ気をつけてください。で、縦の長さの比が丸4対丸7と分かりました。そのうちどちらかは実際の数に換算するといくつかっていうのが分かってるんです。ここの長さが 4%、この長さ 2%、この差の 4-2 の 2% 分が丸4を表しています。それならば、10は 2% 割る4つ分なので 0.5% を表しているということが分かります。で、最後に求めたい答えっていうのはこの縦の長さを聞かれています。ここは 4% よりも丸7個分上にある場所なので、求めたい答えは 4% 足す 0.5 をかける7個分。なので答え 7.5%。面積図ってたったこれだけのことしかやってないんですよ。圧倒的に楽なんです、比を使うと。なんで比を使うんですか？楽だからです。得だからです。だから習得してください。四角一番の括弧6番、食塩水を混ぜる問題でした。四角一の括弧7です。正方形 ABCD について、この図の ABCD っていうのは真ん中にあるちっちゃい正方形のこと。これについて、右の図のように、各辺の長さを4倍に伸ばしたところに点 EFGH を取りました。4辺のこれを1に対して4倍の長さ、これ1に対して4倍の長さ、1に対して4倍、1に対して4倍、ここに4点を打って、これを線で結ぶと斜めの角度の大きな正方形ができました。この大きな正方形は小さな正方形の面積の何倍ですかという問題。基礎知識としては、高さの等しい三角形、高さの等しい三角形が2つ並んでいて、底辺の比が1対2であれば、面積の比も1対2になりますよね。逆に底辺比が同じで、高さの比が1対2になることもあります。これも1対2です。これが底辺の比も高さの比も変わりますよっていうこともあるんですよね。これが1、これが2、高さが1、2。そうすると1対4になりますよね。これが基礎知識。これを応用の問題です。真ん中に正方形があって、それぞれ4倍の長さに点を打って、こんな正方形ができました。これがまあ回転させて合同になる点対称な対称な図形であるってことは見ればわかると思いますので、まず一つ分の直角三角形の面積が正方形の何倍か、この真ん中の面積を1とします。この長さは、これが 1,2,3,4 倍なので、ここの長さは3倍ですね。これ1に対してこれ3、ここの長さは4倍なので、三角形の面積は 4×3÷2 で丸6個分。ここの長さ3倍、こっちの長さ4倍。ただしこっちは正方形四角形であるのに対して、こちらは三角形なので、最後に割る2をしてください。ここが12個分ですからね。で、これ6個分。であれば、これも6、これも6、これも6なので、全体は6×4÷24+1。最後の真ん中の+1忘れないでください。で、答えは25倍になりました。続いて、括弧8番。A、B、C、D、E、F の6人がテストを受けました。A、B、C、D の4人の平均は 72.5 です。言い換えると、合計が 72.5×4、145×2、290ということでもあります。どちらでも使えるようにね、対応できるようにしてください。DEF の3人の平均は68です。D が80の時、6人全員の平均を求めてください。和佐団のちょっと変わったパターンなのかな？ちょっと情報が、ヒントが3通りあるので、この ABCD について、EF についてね。4人の平均、A、B、C、D の4人の平均が 72.5 でした。これは合計が145、290。これは同じ意味ですね。4人なので平均が 72.5 っていうのは合計が290。これ同じ意味です。2番目のヒントは、D、E、F、この3人について。平均が68でした。ということは合計は3×24のタブ68なので204。3つ目のヒント、D は80です。じゃあ、これを見てな、この組み合わせ、3つのヒントの組み合わせ足したり引いたりして、なんとか答えにたどり着いてください。これはもう1つが80って分かってるので、どっちでもいいんですが、ここを消してみましょう。そうすると、この合計、4人の合計290だったものが80を引けば合計210に変わりますよね。A、B、C、3人の合計は210。
じゃあ平均を70に変わりますね。これは今必須暗算しましたよ。210割る3だから70。DEF の3人の合計204、平均が68。じゃあこの ABCDEF は、まあ、この3人、この3人で考えるのが楽でしょう。普通にこれを足して割ってもいいですけど、さっき平均の話出ましたので、この3人の平均70、この3人の平均68、じゃあ6人って言われたら、まあこれ33なので真ん中の69になります。心配な人は普通に計算してください。括弧210足す204、括弧閉じ割る6で計算してください。当然答えは69になります。はい、今のが四角1の括弧8番でした。四角1番の括弧9番です。半径3センチの円盤と縦も横も6センチより大きい長方形の枠があります。この転がる円の半径が3センチ。長方形の縦の長さ、横の長さは、それぞれ6センチより大きいということだけしか分かっていません。具体的に何センチ何センチかは分かりません。これを外側に一周する場合、内側一周する場合を比較して、当然外回りの方が距離は長くなるんですが、この差が何センチ長くなるかということをまとめてください。どういう動きをするか。内側を動くときの方が単純で分かりやすいんですね。四隅が、こうです。中心は、長方形の一回り小さい長方形、この直線だけの動きしかしないので、こっちは簡単なんです。まず長方形の縦横の長さよりもそれぞれ3センチずつ短い長さを移動するということ。この長方形の枠と比較して333333333なので、長方形の周の長さマイナス 3×8×24 だということがわかります。じゃあ今度外側回った時にどうなるか。外側を回った時に、ここのね、直線上は簡単なんです。が、最後の四隅を移動するときに、こう描きますよということがわかるかどうか。わかるかどうかって、まあこれは基礎知識として塾に行ってる人は当然学んでますから難しくないんですが、知らない人はちょっと対応できないでしょうね。で、四隅を合計すると結局円周一つ分になるんです。これ、これ、これ、これの四つを足すと円周一つ分。この半径は3センチとわかっているので、これで 3×2×3.14、6×3.14 で 18.84 と分かります。直線部分を右と左比べると、縦横それぞれこの長さ、この長さは、元々の長方形の枠の長さと同じなんです。どこでもここをスタートとしてこう行くとしますよ。横はここからここまで長方形の一辺と同じ。ここも長方形の一辺と同じ。で、さっきこっちは3センチずつ短かったので、長方形の周りより24センチ分短かったですよね。こっちの方が24センチ長い、こっちの方が24センチ短い、直線部分だけで。さらに、この部分、直線の部分が 18.84 長いので、合わせて 18.84 足す24で、42.84 センチ分左側の方が長いですということ。四隅を回るときに、外側を回るときに、こう描くという知識があることが、絶対条件。四角1の括弧9でした。チャンネル登録。違ってやっている。いいねよな。ヒロアマチャンネル登録しちゃうよ。友達10人に紹介しちゃうよ。高評価ボタン押しちゃうよ。チャンネル登録しちゃうよ。